小さい狭いスペースで、自分のスピード、力、パワーっていうのを発揮するにはやっぱ細かいこといっぱいあるよね。チャオ、モトクロサッカー選手の宮野です。今日はイン持ちドリブルからの仕掛け方っていうのをね、今日は説明していきます。じゃあイン持ちの時って、スピードを言うとなかなか乗れないんだよね。アウト持ちの時は結構ドリブルのやつとかも、みんな前見てもらうけど、やっぱりそのスピードをなるべく落とさないようなドリブルの仕方ね。アウトで扱う時って速いドリブルの時が多いんです。そういう時はどういう時かというと、スペースがあった時の1対1とかね、こういうのに使ってくれるといいと思うんだけど、じゃあ逆に、インでの良さっていうのはスペースがない。例えば自分が速い、突破ドリブルしなくても、インダへ持つことによって相手に読まれないっていうね、利点があります。いいですか、アドバンテージがあるんで、そこのアウト持ち、イン持ちのね、違いっていうのも、みんなのね、中でしっかり整理するだけでも、じゃあどういう時にイン持ちした方がいいのかな、どういう時にアウト持ちした方がいいのかなっていうのは分かりやすくなると思うから、まずはここをしっかり整理してください。じゃあイン持ちはスペースがない時に使う、簡単に言うとね、そういう時に使います。じゃあ、イン持ちの時に、例えばスペースがない時に大事なのが、相手にどこを生かすかっていう、どっち行くのって思わせることね、すごい大事で、例えば僕がここにボール持ってて、目の前に敵がいますっていう仮定しましょう。いい？じゃあその時に僕の体の向きが、例えばこういう感じになってたら、ディフェンダーの心理としてはどっちに行くかなってこと。多分この体を向きしたら多分こっち行くでしょうねっていう。いい？だけど、はい、体の向きが今ちょっと斜めなんだけど、真正面にしてみようか、こうやったら。じゃあこういった時にどこ行きそう？単純な話ね。どこ行きそう？どこでも行けるんだよ、正直言うとね。どこでも体の向きさえ、まずはこうやって真正面、少し斜めこうなってもいいかもしれない。こんなになるとやっぱりドリブラこっち行くなと思うからね。いい？真正面にして、相手と対峙する。で、相手がどこに行きそうかなっていうことを思わせるようにちょっと意識してください。体の向きはね、こうやってやるんだけど、次にスペースがない時に超大事なのが早く動く。いいですか、これ。早く動くには、例えばさ、イン持ちで、こういう感じで持ってますね。ファーストタッチ一応やるけど、次の一歩で触るの、なかなかボール遠くなってるから届きません。いいですか。じゃあだけどイン持ちの時に大事なのが、スペースがない時にグッて力入れてグッとスピード上げれる、プラスどっちでも行けますよっていうことがすごい大事だから、まずはこうやって、じゃあよーいどんっていう時に、やっぱり僕もね、よくスクール生に見てるんだけど、よくやらせるのはよーいどんで、こっちに走ってるよーいどんっていう子多いんだよね。いい？こういう狭いスペースで早く動くためには、今みたいに踏み込み足をこっち後ろの方でグッて踏み込んじゃう人いるんだけど、これね、自分もさ、結構意識してなくて、プロになってから先輩の人がね、指摘してくれて、あ、こうやった方がショートスプリント速くなるんだと思って、気づいたことなんだけど、やっぱりこの時にこっちの足に乗せて、ここが一本にしたら、やっぱり速いスピードって出ると思うんだよね。じゃあ一歩目がこっちなのかこっちなのかでもやっぱ全然違うから、こっちに体重乗せて、ここ1歩目2歩目ってやると、それだけ早く動けるから、このね、原理っていうのをイン持ちの時に利用しましょう。早く動けるってこと。いい？だから軸足っていうのはボールよりも前にやった方が、1本踏み込んでグッて出れるから、やっぱスピードが出るし、ね、次の1歩目2歩目3歩目っていうのがボールコントロールしやすくなる。軸足っていうのはこう斜めに置いてあげましょう。次のポイントが、斜めにドリブルすることなんだよね。まずは斜めに絶対ね。何でかというと、横だとね、こっちからこっちに戻るのって結構なパワーいるし、スピードも必要になる。なんで斜めに行くことによって次のスピードを出しやすくするために、ドリブルの持ち方、このインサイドの持ち方っていうのもみんなはちょっと意識してください。
もう一つちょっとポイントはあるんだけど、この踏み込んだ時もさらにね、こうやってべったりついてグッて踏み込むよりも、ちょっとつま先でつま先でつま先でつま先、お子球使ってやった方がさらにグッて力入るから、スピードこのねアウトでのキレっていうのが出てくると思う。小さい狭いスペースで、自分のスピード力パワーっていうのを発揮するには、やっぱ細かいこといっぱいあるよね。やっぱ小さいところのプレーっていうのはそれくらい細かいことの積み重ねじゃないとやっぱいいプレーできないと思う。けどこれができてれば相手とってかなり脅威と思うから、まあドリブルするときもちょっとつま先、もうお互いつま先の方が絶対いい。つま先でちょっとインサイドで上げてグッて切り返して、やっぱスピードアップすること。今アウトサイドに行くやつやったんだけど、まあどこへでも行けますって言いときながらアウトサイドじゃしか行けないじゃんっていうのが、これはねダメだと思うから、説明としてはね。じゃあしっかり右に行くやつも僕は説明していただきます。さっきよりもちょっとフェイント数は多くなっちゃうんだけど、ふーって踏み込んでいく、行くふりしてこうやってダブルタッチとかやってあげると、右側にも行けるし左側にもアウトサイドでグッと押し出すことができるね。なんでダブルタッチ選択したかというと、やっぱ距離、間合いが近いと思うから、相手にとっては足が届かないね。斜め足出されても横行けば絶対足取られないからね。やっぱそのフェイント両方行けますよって言った時に、やっぱ右側に行く時にはちょっと踏み込んでダブルタッチっていうのは結構ありかなと思ってます。まずは体を真正面にする。相手にどこを行くか分かんないようにさせる。ね、プラス軸足を前にすることによって、スピードパワーを、出しやすくする。OK? ね。まあ動き出しだね。1歩2歩。このね、初速ってめちゃくちゃ大事だから、この1、2のポイント。あとは読まれた時に、じゃあ反対のことやろう。ダブルタッチね。ね。まあこの1、2、3のポイントを抑えれば、やっぱりこのイン持ちで、ね、やりながら、まあ1対1仕掛けて、勝負して、シュートっていうね、可能性は相当高くなると思うから、いい?まあ、言うこと結構ポイントありすぎてちょっと困っちゃうんだけど、ね、斜めにドリブルするのは間違いなくこれ大事だから、ね、前だと角度きつくなっちゃうから、ね、相手を少しずらすのもすごい大事だから、ちょっと斜めに、まあ45度ぐらい、50度ぐらい、ね、に持ってあげること大事。真横にこうやってやっちゃうと、さっきもそうだけど、軸足のパワー全然使えなくなっちゃうから、ね、突破向きではないと思う。ね、これを1対1、イン持ちの持ち方は、やっぱ結構突破にスペース少ない時に結構できると思うから、まあ、その僕が言ったね、ことっていうのを思い出して、イメージしながら練習してみてください。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。